ペルガモン博物館の正面入り口ペルガモンの大祭壇地図ペルガモン博物館はドイツのベルリンにある博物館の一つである。博物館島にあり、官名の由来にもなっている、ペルガモンの大祭壇をはじめとするギリシャ、ローマ、中近東のヘレニズム美術品、イスラム美術品などを展示する。博物館島はベルリン市内を流れるシュプレイ川の中洲であり、 かつての東ベルリンに位置する。中須の北半分に、ペルガモン博物館のほか、ボーデ博物館、旧国立美術館、旧博物館、新博物館の、敬語館の国立博物館が集中している。この地は19世紀半ば、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム三世によって、芸術と科学のための地域に定められたものである。ペルガモン博物館の建設計画は、 20世紀初頭の1907年頃から計画されていた。博物館島には1904年カイザー・ビルヘルム博物館がすでに開館していたが、ペルガモンの大祭壇をはじめとする巨大な展示品を収納するため新しい博物館の建設が計画された。建築設計は当初アルフレート・メッセルが担当したが1909年の メッセルの没後は、ルートビヒホフマンが引き継いだ。建築工事は1910年に始まり、第一次世界大戦を挟んで1930年に、ようやく完成した。その後、第二次世界大戦の度重なるベルリン空襲で、ペルガモン博物館をはじめとする博物館群は、甚大な被害を受けた上、ベルリン動物園近くの造行者法塔に、 疎開されていたペルガモンの大祭壇はソ連赤軍が戦利品としてレニングラードに運び去った。美術品が東ドイツに返還され、博物館が再開するのはようやく1959年のことであった。ギリシャ神殿のような外観を持った本館はこの地型の平面を持ち、内部は古代博物館、中近東博物館、イスラム博物館に分かれている。 東西ベルリンの統一に伴い、ベルリン市内の博物館、美術館の収蔵品は大規模な移動、再編が行われている。1998年には、ティーアガルテン公園近くの文化センターに、絵画館が開館。それまで、ボーデ博物館とダーレム美術館にあった18世紀までの、絵画がここに集められた。博物館島も2004年現在、 大規模なリニューアル工事中で一部の博物館は長期休館しており完成は2010年の予定である。イシュタルモンヘレニズム期のゼウスの大祭壇、エーゲ海の古代都市ミレトゥスにあったミレトゥスの市場門、バビロニアのイシュタルモンなどが代表的収蔵品である。ありがとうございます。